強いじゃないか。いいから来い。何やってんだあいつら。聖戦、そう、それがあなたたちがここへやってきた理由ね。その通り。魔人族との激戦に備え、人間の王国と協定を結び、王国の有する聖騎士並びに七つの大罪の力を借りるためです。話によると、魔人族を相手に何度も王国と民を救ったとか。一番驚いたのは、あのメリオダスが団長という事実。しかし奴の姿が見えぬようだが、やはり土壇場で裏切ったらしいな。彼は裏切ったわけではないわ。取り消しなさい。あなたは昔とお変わりになられていないのですね。いい加減甘い夢を見るのはおやめなさい。メリオダスが今ゼルドリス、エスタロッサを率いて何やら画策しているのが何よりの証拠。所詮黒き血脈と白き導き手は殺し合う定め。魔人族の勢力は強大ではあるが、スティグマと七つの大罪が組めば恐るるに足らず。これは決してあなたたちにも悪い話ではありますまい。私たちの目的はメリオダスを止めることよ。殺すことじゃない。でも確かにあなたの言う通り、私たちの力だけではメリオダスたちを抑えることは決して容易ではないわ。今のネーネーは団長も同然。ならばネーネーの決断に我らも従おう。では決まりですね。最高神の名において、愛する者の名において、今ここに七つの大罪とスティグマの盟約を結ばん。